この大自然のところで食べるラーメン、いただきます。今日は久々にモーニングラーメンということで、今ファミマ来てます。ファミマでちょっとサクッと買って、で漁港かね、なんかちょっと海辺で食べたいかなということです。では行くぞ。よし、 OK、 後ろ見て大丈夫と。今日は ST310 をまた新たに買いました。3度目です。今日のラーメンはなんかマルちゃん製麺のあれ大好きなんですよ。生麺っぽいっていうことで、まあ、そのマルちゃん製麺にで焼き鳥を買いました。カンカンのね。で最後は雑煮しようかなということですよ。雑煮でも ST310 久しぶりやな。この間10万人登録記念としてその公開収録させていただいたんですけども、その前にオフ会させていただいて、で それでそのオフ会で来ていただいた方にもらっていただいたっていうね。はい、到着しました。これからラーメンを食べるわけなんですけども、今日も本当にいい天気でも風が強いんで、今日は秘策のね ST310 の改造したやつをお披露目しようかなということです。まあ、それはそれまた別の動画ということですけども、またよろしければ見てください。ファミリーマートで塩むすびと、卵と、あとはこちら炭焼き焼き鳥焦がし醤油、これもトッピング商品で、何度も言いますけども、やっぱりこういうとこ来たら絶対にゴミは持ち帰ると、これは絶対です。はい、 ST310 紹介しましたけども、ちょっとハプニングがありました。まあこのまま使いましょう。でこれせんべい入ってるカンカン、これがなかなか重宝するわけですね。これに大概みんな全部入れてます。で今日は、まあ、家から持ってきた水道水に、でマルちゃん製麺に、で ST310 です。これね、こういう風にこう縦でできるんですよ、これね。で、これで風を避けれるっていうことです。いやー、風強いね、今日も。しゃあないけども。よっしゃ、こんな感じですね。では、作っていきましょう。まずは水を適量に入れていく前に火をつけると。よし、あまり水を入れない、適量っていうか、でもどっちかというと少なめが好きかも、うん、このカンカンの風貌めっちゃいいですよ。でこれちょっと温めちゃったりして、いやいつも手袋忘れちゃうわ、ほんまに。まあ、なんで手袋忘れるんやろうな。うん、いい感じだ。あっとっとちょ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 分けちゃいましょう。マルちゃん製麺のこの製麺の麺、この現段階では一番コシがある生麺じゃないでしょうか。いや早いね ST310、 やっぱ火力も強いからもう一瞬の間にねブワーってこうなるね。これもう絶対こう一つ入らないんで、もう割っちゃうのももったいないか。割りたいんだけどね割りたいんだけど、もう粉末スープ入れちゃう、さっきも入れちゃうよ。邪道だからね、このやり方は邪道ね。真似しないように。よっしゃ、腹減ってきた。めっちゃモーニングラーメン最高。札幌一番とかやったら、まあ、そのままねこう横にこうバチャッと割るんですけども、もうちょっとこう蓋しとこう。でこの状態はみ出てる。なんか丼とかで天丼で注文して、なんか上に蓋乗ってて横に天丼の天ぷらがはみ出たら嬉しいんだけど、この場合ちょっと嬉しくない。この上にこの、あーこんな感じ。あ、いいね。あー風が相当向こうからこっち来てますけども、全然消える気配なし。
裏技を使いたかったんですけど、ほんまに裏技のやつがほんまにハプニングだもう一つ買えばよかった。家にあるんですよ実はね、もう一つ家に買ってて、残念だ、後悔してもしゃあない。あーちょっと待って待って、やばい、今絶対やばかったで、ちょ、いい感じや、この状態でひっくり返して、いい感じよ、グラッチェイ。ここに卵入れる。これね、開け方があって、なんかこの底の日々、ビビ入れて、こうね、これ、ね、オッケー。卵うまいこと皮めくれたんで、これは今入れません。いやー、これ絶対うまい。どっから声出してん。蓋したらね、一瞬でうわって吹き上がるんで、うん。あ、もうちょっとかな。よっしゃー、そろそろいい。ちょっと熱いけど、ちょ、いや、いけるかな、これ下に落としたらやりたいこと、ちょ、よっしゃ、おー、めっちゃいい、これぐらいがちょうどよくて、で、こっからこれをもう割っちゃうとね、ぐわちゃっとね、よし、こっからもう、時間との戦い。全部開けたらダメなんで、これ半分だけ入れちゃうで。実はファミリーマートにあのネギ売ってませんでした。なぜネギ売ってないんだっていうね。ということで完成です。どうですかね。ではいただきます。うん、無味の恵みをこの大自然のところで食べるラーメン、いただきます。うめえ。というのも卵をまず一つ早速いただこうか。うん、最高。この焼き鳥のこの辺も、あー、ネギ欲しいな。うん、熱っ。体温まるわ。ちょうど向こうあたりが関空なんですよ。もう近々また何回かね、あの飛行機乗っていこうかなという思ってますけど、いやこのね景色の中で食べて、で釣りもできたらいいやろね。うん、いや釣りはしないかな。次は肉と麺。うめ。だ食べてるものは別に特別うまいもんでもないんですけどね、やっぱり景色がうまさを演出してる。うん、いや演出じゃない、倍増させてるか。染み込ました半熟卵、うん、これまあ間違いなし。うん、うまし。早く麺をさらっちゃおう。いただきました。ちょっとでもね、あースープ入れるの忘れた。あ、そうか、この鶏の味がちゃんと効いてたんで、うまかったんだけども、そうだよね、これが大事なんだよ。うわー、やられた。まあまあいい、もう一回ちょっとこれをつけて。あ、そうです、はい。そうですね。ありがとうございます。もうトロトロに、トロトロすぎるんで、まあ、ちょっと水を加えて、で、そっからの、この塩むすび。パッパッパー。塩入ってなくてよかったんだけど、まあこれを入れると。本来ね、こっからね、生卵があればもっと美味しいんだよね。よし、この状態ね。この状態からの、まあこの最後。これを乗っけると。うわ、これだけでも美味しそう。あのリゾット風に作るんじゃなくて、ちょっとおじや風っていうか、おじやのちょっと水が多い版、うん、スープをしっかりいただこうっていう感じな。こんにちはとかで、まあ、びっくりしましたね。では蓋をします。蓋したらこれはもうくっつくんで、ちょっとこのような感じね。
さ、煮たまえ、もうそろそろいいんじゃない？っていうかね、めっちゃ大きい飛行機飛んでる。これは海外の飛行機だろう、きっと。あの大きい飛行機ってファーストクラス？ジャンボ？ジャンボの飛行機だと思うけど、うん、全然違うもん。今までずっとこうね、離着陸ずっと見てて、明らかに大きいもん。あー、海外早く行きたいわ。うん、まあとりあえずこれ開けよう。ちょっと熱っ、あっつつつつあつつ、落とすなよ落とすなよ落とすなよ。いや、ここはね、あの落とすなって言って落とすのが筋とか思うでしょ。もうここ落としたらやばいからね。おー、ええ感じ。足りないことだらけかもしれませんけどね、まあ今回この状況で最後まで楽しむっていうスタイルですよ。じゃあこんな感じでいい。でこれで一旦火を止めます。さあ、この状態で今食べれないんでちょっと冷ますんですけども、もうこうなったらね、至急の皿を皿に乗せることによってちょっと冷めるのが早くなるとね。うん、ちょっとしっかりと混ぜて、うわ、いい感じや。よっしゃ、いけるかな、いけるかな、いけるかな。よし、 OKOK。 ちょっとこれいや、見てくれよりか美味しくいただくって。うん、あ、食べやすい、すごく食べやすい。ちょうどね、この角のあたりが食べやすい。熱いというか、この蓋を利用して食べる方がいいかも。じゃあもうそろそろこれいけるんじゃない？うん。ああ、いいね、うん、あ、間違いなしにこれをおかずだ。マルちゃん製麺のスープのとろみプラスアルファ、麺から出たとろみで、お米から出たちょっとしたとろみ、この3つのとろみが重なってうまさを倍増させてるかも。あとはネギあったらほんまに最高なんだけどね。あれもこれがメインかもしれない。うん、うまっ、美味しくいただきました、ごちそうさまでした。まあ、ほぼ不定期でこのようなラーメンツーリングをさせていただきますので、これに興味がある方、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。ケンジでしょ。